電気通信とは、電気信号、電磁波、光波等の電磁的手段により、映像、音声、データなどの情報を伝える通信である。電気通信分野の初期の発明者としては、アレクサンダー・グラハム・ベル、グリエル・モ・マルコーニ、ジョン・ロジー・ベアードラが挙げられる。電気通信は、世界経済の重要な部分となっており、2006年の、 全世界の電気通信業界の収入は1兆2000億ドルと見積もられている。優先通信、無線通信という区分があるが、現在の通信ネットワークは、優先、無線を適材適所に組み合わせて構築される。日本の電気通信事業法は、優先、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、伝えまたは受けることと定義している。また、 放送は講習に向けた通信の送信とされ、電気通信の部分集合であるが、しばしば並立するものとして言及される。定約としては、日本語、電気通信は、どうしても英語に翻訳したい場合は、エレクトロニックコミュニケーションと1対1に対応させるのが通常である。ところが、英語圏の人々は一般に、エレクトロニックコミュニケーションという英語を日本人が、 電気通信という用語で指すような概念を指すためには使っていない。生物が電気的にコミュニケーションを行うことを指すために使っている。つまり、日本人が強引に電気通信を英語に訳すつもりで、エレクトロニックコミュニケーションという表現を使っても、英語のネイティブには通じないわけであり、これでは和製英語である。通信に相当するのはテレコミである。造語法的には、 テレコミュニケーションであり、遠隔地間のコミュニケーションを指す。例えば、のろし、トーキングドラム、手紙、腕着通信、手旗信号なども含み、日本の電気通信という概念とは別の線引きによる概念である。電気通信という用語の設定、概念の区切り方は、日本の行政用語や大学の学科名などでは品質し日本人は頻繁に用いていて、 それに慣れてしまっていて、日本人の多くが気づいていないが、実は、欧米圏ではあまり一般的ではない用語の設定、概念の区切り方である。つまり実は、電気通信はそのままでは、世界的に通用する概念ではなく、どちらかというと、日本の行政用語や、日本の大学や日本の専門学校の学科運営のための用語なのである。 世界初の商業化された電信は1839年4月9日、チャールズ・ホイートストンとウィリアム・ホザギル・クックが構築したものである。ホイートストンもクックも彼らの装置をの電磁式テレグラフの改良と考えており、新たな装置とは見なしていなかった。サミュエル・モールスも独自の電信を開発したが、1837年9月2日のデモンストレーションは、 失敗に終わった。ホイートストンの通信手法に比べて、モールス符号を定めた点が重要な利点だった。世界初の大西洋横断電信ケーブルが1866年7月27日に完成し、大陸間の電気通信の時代が始まった。1849年、アントニオ・メウッチが音声を電線を通して伝える装置を発明した。しかし、 メウッチの装置は電気聴覚効果というものを利用しており、電極を口に加えることで電流を直接人体に流し、それによって聴覚を生じさせるものだった。このため、音質は良いが実用的とは言いがたい面があった。1876年、アレクサンダー・グラハムベルト・イライシャ・グレーが、それぞれ独自に現代と同じ仕組みの電話を発明した。 世界初の商業化された電話サービスは1878年から1879年に大西洋を挟んだニューヘイブンとロンドンでほぼ同時に開始された。1832年、ジェームズ・ボーマン・リンセイは学生たちに無線電信のデモンストレーションを披露した。1854年までにはスコットランドの定湾を挟んだダンディーとウッドヘイブンの間での通信に成功した。 この場合は確かに電線はないが、水を電装媒体として使っている。1901年12月、グリエル・モ・マルコーには、セント・ジョンズとコーンウォール・ポルフーとの間で、無線通信に成功し、それによって、ノーベル物理学賞を受賞した。ただしもっと小規模な無線通信は、1893年に、ニコラ・テスラがデモンストレーションし成功させていた。 1925年3月25日、ジョン・ド・ジー・ベアードは、ロンドンの百貨店セルフ・リッチズで動画の転送実験を披露した。ベアードの装置は、ニップ公演版を使った機械式テレビジョンだった。これに基づいて、英国放送協会は1929年9月30日テレビの実験放送を開始した。しかし20世紀のテレビのほとんどは、フェルディナント・ブラウンの発明した。 ブラウン管を使っている。そのようなテレビを最初に作ったのはフィロファー・ンズワースで1927年9月7日に家族に対してデモンストレーションを披露している。1940年9月11日、ジョージ・スティビッツはニューハンプシャー州のダートマス大学に設置したテレタイプ端末からニューヨークにある複素数計算機に問題を送り、 答えを受け取るというデモンストレーションを行った。これは中央コンピュータとリモートのダム端末という1950年代によく見られた構成と同じである。しかし1960年代になる前に研究者らはパッケット交換の研究を開始した。これは中央のコンピュータを経由せずにデータを断片化して様々な場所のコンピュータとやり取りするテクノロジーである。 1969年12月5日、4ノードのネットワークが構成され、a r p ネ n e t と名付けられた。1981年には、これが213ノードに成長している。a r p ネ n e t 関連の開発は、Request for Comments というプロセスを中心として進められており、1969年4月7日に RFC1 が発行されている。a r p ネ n e t は、 その後他のネットワークと融合してインターネットとなったため、このプロセスは重要である。今日のインターネットの様々な通信プロトコルはリクエストフォーコモンプロセスで策定されてきた。1981年9月、RFC791 でインターネットプロトコル V4、RFC793 でトランスミッションコントロールプロトコルが定義され、 今日のインターネットの大部分が基盤としている TCPIP プロトコルが生まれた。しかし、コンピュータネットワーク関連の重要な開発がすべてリクエストフォーコモンプロセスで策定されたわけではない。1970年代、2つの重要なローカルエリアネットワーク用リンクプロトコルが登場した。1974年10月29日、オローフ・ソダーブロムが トークンリングの特許を出願し、1976年7月のコミュニケーションズ・オブザークムシにロバート・メトカーフとデビッド・ボグスがイーサネットに関する論文を発表した。基本的な電気通信システムは以下の3つの要素からなる。例えば、ラジオ放送では放送用電波等が送信機、自由空間が電送媒体、ラジオが受信機である。 電気通信システムでは一つの装置が送信機と受信機を兼ねていることが多く、送受信機と呼ぶ。電話回線による電気通信は一つの送信機と一つの受信機をつなぐものであり、ポイントツーポイントである。ラジオ放送による電気通信は強力な送信機と多数の受信機という構成であるため、放送である。信号にはアナログとデジタルがある。 アナログ信号では情報に応じて信号が連続的に変化する。デジタル信号では情報が立散値に符号化される。伝送時、アナログ信号が運ぶ情報はノイズによって劣化する。一方デジタル信号ではノイズがある、敷地未満であれば情報はそのまま保持される。ノイズへの耐性はデジタル信号がアナログ信号より優れている点の一つである。 電気通信網は送信機、受信機、送受信機の集合体であり、それらが相互に通信する。デジタルネットワークにはルーターがあり、正しいユーザーへと情報を転送する。アナログネットワークには交換機があり、ユーザー間の接続を確立する。どちらのネットワークであっても遠距離に信号を伝送するには信号を増幅したり、 再作成するための中継機が必要になることがある。そうしないと信号が減衰してノイズと区別できなくなる。伝送媒体を区分けしたものが伝送炉であり、そうすることで情報の流れを複数送ることができる。例えば、ラジオ局はそれぞれ異なる周波数の電波を送信する。この場合は伝送媒体を周波数で区分けしたものが伝送炉である。 また時間を細かく区切り、それぞれを異なる伝送路に割り当てる方式を自分割多重化と呼び、光ファイバーによる通信などで採用している。情報を運搬する用信号を形成することを変調と呼ぶ。変調はデジタルのメッセージをアナログの波形で表すのにも使われる。そのような変調をデジタル変調と呼び、位相変異変調、周波数変異変調。 振幅変異や変調などがある。例えば Bluetooth は位相変異変調を使っている。変調はアナログ信号の情報をより高い周波数で伝送するのにも使われる。周波数が低いと自由空間上で効率的に伝送することができないため変調が必要になる。低周波数のアナログ信号の持つ情報を高周波数の信号に乗せてから発信する。 変調方式はいくつかあり、代表的なものとしては、振幅変調と周波数変調がある。電気通信は、現代社会に、社会的にも、文化的にも、経済的にも、大きな影響を与えている。2006年時点で、電気通信業界の総収入は1兆2000億ドル、世界総生産の3%弱と見積もられている。ここでは、 電気通信の社会への影響を論じる。ミクロ経済ミクロ経済の規模では、企業は電気通信を使って国際的帝国を構築してきた。a m a z o n .com のようなオンライン販売業者では、これは自明だが、エドワード・リーナートによれば、ウォルマートのような普通の小売業者も電気通信基盤を改善することで、同業他社に対して優位に立っているとしている。 世界中の都市では各家庭で宅配ピザから電気工事まで各種サービスを電話で注文することができる。相対的に貧困な社会でも電気通信による恩恵を受けている。バングラデシュのヘ地の村からでも卸売業者に携帯電話で直接連絡し商品をより高く買い取ってくれる業者を探すことができる。コートジボワールのコーヒー栽培者は携帯電話で 国々と変化するコーヒーの価格をフォローし、最高金で売るようにしている。マクロ経済マクロ経済の規模では、ラーシュ、ヘンドリック・ローラーとレナード・ウェイバーマンが良い電気、通信基盤と経済成長に因果関係があると示唆した。因果関係と見ることに反対する者もいるが、相関関係があることを否定する者は、ほとんどいない。良い電気通信基盤は経済に良い影響を、 与えるため、世界中の各国で、電気通信サービスへのアクセスの格差、すなわち、情報格差への懸念が増大している。国際電気通信連合が2003年に行った調査で、約3分の1の国で、国民20人あたりの携帯電話加入は1人未満、約3分の1の国で、国民20人あたりの固定電話加入は1人未満ということが明らかになった。 インターネットアクセスに関しては、約半分の国で、国民20人あたりでインターネットアクセスしている人は1人未満だった。これらの情報と教育に関するデータを総合し、ITU は市民が情報及び通信テクノロジーにアクセスし、利用する能力の国別指数を算定した。それによると、上位3位までは、スウェーデン、デンマーク、アイスランドで、 最下位3位まではアフリカのナイジェリア、ブルキナファソ、マリ共和国となった。電気通信は社会関係にも大きな役割を果たしている。それにもかかわらず、電話のような装置は元来実用面だけを強調して宣伝され、社会的側面は宣伝されなかった。電話の社会的側面が広告のテーマとなるのは1920年代末から1930年代に、 なっってからだった新たなプロモーションでは消費者の感情に訴え社会的会話の重要性や家族や友人と繋がったままでいられることの重要性を強調したその後社会関係で電気通信が果たす役割は重要性を増してきた最近ではソーシャルネットワーキングサービスの人気が急上昇している SNS サイトではユーザーが互いにコミュニケーションを 撮れるだけでなく、写真や、イベントやプロフィールをポストして公開できる。プロフィールには、当人の年齢、趣味、性別などの項目がある。このようにして、SNS サイトは、社交的な約束をすることから恋愛まであらゆることに、重要な役割を演じることができる。SNS が登場する以前から、SNS のようなテクノロジーや電話も、社会的対話に、 大きな影響を与えていた。市場調査グループイップソス、森の2000年の調査によれば、イギリスの15歳から24歳までの SMS ユーザーの85%は、社会的合意を調整するサービスを利用し、42%は恋愛の手段として、それを使っていたという。文化の面では、電気通信によって、音楽や映画へのアクセス能力が増大してきた。テレビにより、 人々はビデオ店や映画館に行かなくても見逃していた映画を見ることができる。ラジオとインターネットにより人々は CD 店に行かなくても聞いたことのない音楽を耳にすることができる。電気通信は人々がニュースを受け取る方法も変化させてきた。ヒエーリノプインターネットアメリカンライフプロジェクトの調査によると昨日のニュースに どういう形で接したかを3000人のアメリカ合衆国在住の人々に聞いたところ、新聞よりもテレビやラジオという人が多かった。結果は次の表にまとめられている。電気通信は広告にも大きな影響を与えてきた。TNS メディア・インテリジェンスの2007年のレポートによると、アメリカ合衆国内の広告費の58%は電気通信媒体に費やされた。 結果は次の表にまとめられている。多くの国は国際電気通信連合が制定した国際電気通信規則に対応する方を制定している。ITU は情報及び通信テクノロジーに関する問題を扱う国際連合の専門機関である。1947年のアトランティックシティでの会議で ITU は新たな国際周波数一覧に登録された前。 周波数を国際的に保護し、無線通信規制に従って使用していくことを決議した。ITU の無線通信規制によれば、国際周波数登録委員会で参照され、調査され、国際周波数一覧に掲載された前、周波数帯は、有害な干渉から国際的に保護される権利を有することとするとされている。国際的な視点から、 電気通信と放送の管理について政治的な議論と立法が行われてきた。例えば出版などの従来からある通信手段とラジオ放送などの電気通信のバランスといった議論である。第二次世界大戦が勃発すると世界初の国際放送によるプロパガンダが爆発的に展開された。国家や政府や反乱勢力やテロリストや 民兵などがそれぞれ電気通信や放送技術を使ってプロパガンダを展開してきた。政治運動や植民地化のための愛国的なプロパガンダは1930年代半ば頃に始まった。1936年 BBC はアラブ世界にプロパガンダ放送を行った。これは同地域の植民地化に興味を持っていた。 イタリアの同様な放送を総裁することを目的としていた。最近のイラク戦争などでは、脅迫電話や脅迫 SMS、数時間以内に実施された相手方への攻撃の動画を配布するなどの手法がプロパガンダとして用いられている。イラクでは、スンニ派の反乱勢力はテレビ局を持っていて、新政府軍がそこを抑えても、別の拠点から放送を行っている。 光ファイバーは長距離通信用に安価な帯域幅を提供する。アナログの電話モードでは電話をかけると電話交換機群によって話したい相手とつながる。交換機群は2つの利用者間の電気的接続を形成する。それらの設定は電話をかけた際の電話番号のダイヤルパルスで電気的に決定される。接続が確立すると 電話をかけた側の声が受話器のマイクロフォンで電気信号に変換されて伝送される。その電気信号はネットワークを経由して通話先に送られ、そこで受話器のスピーカーによって音声に戻される。これとは反対方向に働く電気的接続があり、それによって相互に対話することができる。一般家庭の固定電話の多くはアナログ式である。すなわち和社の声が 信号の電圧に直接反映される。ただし、市内通話は一貫してアナログ信号かもしれないが、電話事業者は極端の伝送を透過的にデジタル化しているところが増えている。デジタル信号の利点はアナログ信号と違って、長距離であっても音質が劣化しせず、インターネットのデータと一緒に送ることもできる点である。携帯電話は電話網に大きな影響を与えた。 多くの国で携帯電話の契約数が固定電話の契約数を超えている。2005年の携帯電話販売数は全世界で8億1660万台であり、アジア太平洋、西ヨーロッパ、サメイヤ、北米、中南米のそれぞれの市場で同じように成長している。1999年から5年間の成長率を新規加入者数で見ると、 アフリカでの成長率が58.2%と群を抜いている。携帯電話も GSM や WCDMA といったデジタル伝送が増え、アンプズなどのアナログ方式は減少しつつある。電話通信には目に見えないところで大きな変化も起きている。1988年にはたっとマイナス8が運用を開始し、1990年代には 光ファイバーに基づくシステムが広く採用されていった。光ファイバーによる通信はデータ容量が劇的に増大するという利点がある。タットマイナス8自体は従来の導線性ケーブルの10倍の電話回線容量があり、近年の光ファイバーケーブルではタットマイナス8の25倍の容量がある。このデータ容量の増加にはいくつかの要因がある。まず、光ファイバーは 他のテクノロジーよりも物理的に小型化できる。そして光ファイバーではローアンの心配がないため数百本のファイバーを1本のケーブルに仕込むことができる。また1本のファイバーのデータ容量は多重化によって指数関数的に増大させることができる。光ファイバーモーの多くは AsyncDinest Transfer Mode というプロトコルを使っている。ATM プロトコルは 音声やデータを同時に転送可能とする。それによって、網上にデータの経路を確立でき、その経路にトラフィック契約を結びつけることができることから、公衆電話回線網に適している。トラフィック契約とは、顧客と網の間の合意であり、網がデータをどのように扱うかを定めたものである。網がトラフィック契約の条件を満たせない場合、接続自体が受理されない。 電話の子は、ある一定のビットレートを保証するよう契約を結び、音声が遅延したり途切れたりしないことを保証する性質があるため、この点は重要である。ATM プロトコルと類似する技術として、マルチプロトコルレーベルスイッチングがある。デジタルテレビ放送規格の採用状況放送システムにおいては、中央の高出力の放送等が高周波の電磁波を発信し、それを 多数の低出力の受信機が受信する。等から発せられる高周波は映像情報や音声情報を含む信号を変調したものである。受信機をチューニングしてその周波数に合わせると副調を行って元の映像信号や音声信号を取り出す。放送信号はアナログまたはデジタルである。放送業界は世界的にアナログからデジタルへの重大な転換点にある。 この変化は集積回路がより安くより高速拡大容量になったことで可能になった。デジタル放送はアナログ放送に付き物の,の問題点を解消できるという利点がある。テレビの場合、スノーノイズやゴースト障害といった歪みなどの問題が解消される。これらの障害はアナログ伝送の性質に起因するものでノイズの影響が最終的な画質に現れたものと言える。 デジタル信号では離散値しか扱わないためこのような問題がなく多少のノイズでは最終的な画質に影響しない。単純化するとバイナリメッセージ1011を1.00.01.01.0という振幅の信号で表したとき受信した信号が0.90.2.10.9でも1011というバイナリメッセージに戻すことができ 送信した情報が正確に保持されている。またこの例でわかる通り、ノイズが強すぎると複合したメッセージは大きく変化している可能性があり、それがデジタル伝送の弱点である。前方誤り訂正を受信機で行えば複数ビットの誤りを訂正できるが、ノイズが強ければ訂正では追いつかず、伝送は不可能となる。デジタルテレビ放送では ATS-C DVB、DV ISDB という3種類の規格があり、それぞれを世界各国が採用している。いずれも動画圧縮には MPEG-2 を使っている。音声圧縮については、ATIS-C はドルビーデジタル AC-3、AC ISDB はアドバンストオーディオコーディングを採用し、DVB は一つに定めていないが一般に MPEG-1 パート3レイヤーにを使っている。 変調方式もそれぞれ異なる。デジタル音声放送ではほぼ世界中がデジタルオーディオブロードキャスティングという企画を採用している。例外としてアメリカ合衆国だけは HD ラジオという企画を採用している。HD ラジオでは従来の AM や FM のアナログ放送とデジタル放送を共存させる EVEC 方式を採用している。デジタルへの切り替えが進んでいるが 多くの国ではアナログテレビ放送も続けられている。ただし、アメリカ合衆国では2度の延期を経て2009年7月12日にアナログテレビ放送が終了となった。アナログテレビには3種類の企画パル、NTSC、シコムがある。ラジオ放送のデジタル化は受信機の価格に大きな差があるため、テレビよりもさらに困難と言われている。アナログのラジオ放送は一般に 振幅変調と周波数変調に分けられる。FM におけるステレオ方式としては、サワ方式や AM-FM 方式などがある。OSI 参照モデルインターネットは、コンピュータの世界的ネットワークであり、インターネットプロトコルを使って相互に通信できるコンピュータネットワークである。インターネット上のコンピュータには一位な IP アドレスが割り当てられており、 他のコンピュータが情報を送る際の宛先として使う。そのため、インターネット上では各コンピュータが IP アドレスを使って任意のコンピュータにメッセージを送ることができる。そのメッセージには送信元の IP アドレスが含まれているので、双方向通信が可能となる。インターネットはコンピュータ間のメッセージ交換で成り立っている。2008年現在、 全世界の21.9%の人々がインターネットに頻繁にアクセスしている。北米では73.6%、オセアニアでは59.5%、ヨーロッパでは48.1%の人々がアクセスしている。ブロードバンドインターネット接続の普及率という観点ではアイスランド、韓国、オランダなどが世界をリードしている。インターネットでは 通信プロトコルによって、コンピュータやルーターの相互通信の手順が決められている。コンピュータネットワークの通信は階層型アプローチを採用しており、プロトコルスタック内の各プロトコルは他のプロトコルとはほぼ独立して動作している。これにより、仮想のプロトコルを物理的なネットワークに最適化しつつ、上層のプロトコルは物理ネットワークとは、 独立して動作させることができる。なぜこのことが重要なのかを具体的な例で示すと、あるコンピュータがイーサネットでインターネットに接続するのか、それとも Wi-Fi で接続するのかに関かかわらず、全く同じウェブブラウザを使うことができるのは、この階層型アプローチのおかげである。プロトコルは OSI 参照モデルと関連づけて語られることが多い。これは、 開放型システム間相互接続という失敗に終わったプロトコルスイート構築の試みの初期段階である1983年に策定されたモデルである。インターネットでは物理層の伝送媒体やデータリンク層のプロトコルは送信元から宛先までにメッセージを送る間に複数の種類を使うことになる。つまりインターネットでは物理的な伝送媒体や データリンクプロトコルに制限を設けていない。そのため状況に応じて最適な伝送媒体やプロトコルを採用できる。実際大陸間の通信にはエイシンクリネス、トランスファーモードプロトコルと光ファイバーが使われている。これには公衆交換電話モードと同じ基盤を共用していることが多い。ネットワーク層では インターネットプロトコルを基本として標準化されており、論理アドレスが設定されている。ワールドワイドウェブでは、ドメインネームシステムを使って人間にも読める形式の名前から IP アドレスを導出する。現在、最もよく使われているインターネットプロトコルはバージョン4だが、バージョン6への移行が差し迫っている。トランスポート層では、多くの場合トランスミッションコントロールプロトコル、 またはユーザーデータグラムプロトコルを使う。基本的に TCP は送信したすべてのメッセージが確実に受信されなければならない時に使われ、UDP はそれが必須ではない時に使われる。TCP ではパケットが失われた場合に再送が行われ、上位層には順番通りにメッセージが渡される。UDP ではパケットが失われても再送は行われないし、 順序も不定である。TCP も UDP もポート番号によってパケットを処理すべきアプリケーションやプロセスを指定する。ある種のアプリケーション層のプロトコルは特定のポートを使うため、ネットワーク管理者はトラフィックを操作して特定の要求に合うように調整できる。例えば特定のポートへのトラフィックをブロックしたり、優先順位を低くして性能を制限したりできる。 トランスポート層より上層では、セッション層とプレゼンテーション層に大まかに当てはまり、時々使われるプロトコルがある。例えばセキュアソケッツレイヤーやトランスポートレイヤーセキュリティはそれに当たる。これらのプロトコルは転送されるデータが取得されていることを保証する。ブラウザに南京上のアイコンが表示されているとき、それらが使われている。最後にアプリケーション層には、 インターネットユーザーがよく目にする多数のプロトコルがあり、HTTP、POP3, FTP、IRC、ビットトレントなどがある。ローカルエリアネットワークの特徴は、インターネットとは別である。この程度の規模のネットワークは大規模ネットワークの特徴をすべて備える必要はなく、それによって、よりコストを低減させることができる。1980年代中頃、 OSI 参照モデルのデータリンク層とアプリケーション層の間のギャップを埋めるプロトコルスイートがいくつか生まれた。例えば、AppleTalk、IPX、n e t ス s などで、特に MS DOS ユーザーによく利用された IPX が1990年代初期まで広く採用されていた。その頃にはすでに TCP、IP が存在していたが、主に政府機関や、 研究機関での利用に限られていた。インターネットが成長し、インターネット関連のトラフィックの割合が増えてくると、ランでも TCP、IP を採用することが多くなり、今では TCP、IP がラン上でも一般的になっている。TCP、IP 化の動きを助けたテクノロジーとして、クライアントが自身のネットワークアドレスを探すのを助ける DHCP がある。 同様の機能は AppleTalk や IPX や n e t w i s のプロトコルスイートにも標準で備わっていた。データリンク層は LAN とインターネットで大きく異なる部分である。大規模ネットワークのデータリンクプロトコルとしては Asynchronous、Transfer ーモードや m ル l c プロトコルレーベルスウィッチングが使われているが LAN では Ethernet トや Token トンリングが典型的である。 これらはインターネットのデータリンク層に比較して単純でクズマ CD による衝突回避を行う。そのため設定に際してさらにコストを抑えられるという違いがある。1980年代から1990年代にかけてはトークンリングもそれなりに使われていたが現在では LAN のほとんどが有線、または無線のイーサネットとなっている。物理層では 優先イーサネットの多くはツイストペアケーブルを使っている。しかし、初期の実装では同軸ケーブルを使っていたし、最近の高速なイーサネットでは光ファイバーを使う実装もある。光ファイバーを使う場合、シングルモードとマルチモードで特徴が異なる。マルチモード、光ファイバーは太く、製造コストは低いが、帯域幅が小さく減衰が大きい。ありがとうございます。